はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今日はですね、久々に秋葉原に行ってきまして、買い物をしてきたので、そちらで買ったグッズを紹介したいと思います。やっぱりですね、秋葉に行くとどうしても買い物をしたくなってしまいますね。お店がいっぱいあるし、そのお店一つ一つが大きいっていうのもあるんですが、やっぱね、秋葉独特の空気があると思いますね。僕的にはたくさんのグッズを買いました。これでもね、抑えた方です。ではパパッと紹介していきたいと思います。ドン、こちらカレンダーを2つ買いました。まあ、なんで買ったかというとですね、びっくり、これ1個で税込み270円です。すごく安い。これがアイカツで、こっちの大きい方が初音ミクのカレンダーを買いました。なんで270円なんだろうって思ったんですけど、入荷しすぎたんですかね。たくさんこうしてカレンダーがダーッと置いてありました。そして1個270円という破格の安さ、これはね、もうつい衝動買いをしてしまいました。アイカツの方に関しては僕もうすでに持っているんですが、まあ妹にあげようかなと思って購入しました。アイカツの方が元の値段が税込み1728円、これでお得ですよね。初音ミクのカレンダーの方に関してはもっとお得です。こちら2480円税込みということで、およそ10分の1の値段になってるんですね。すごいですよね。しかもこれ結構重いんですよ。そしてアイカツよりはこんな感じで大きいし太いので、結構な大きさになると思います。でこれはいろんなイラストレーターさんが描いてるって感じですかね。なのでそれも楽しみ。これはね、まず買いました。でこのカレンダーを激安売りしてたお店でこちらをですね、購入いたしました。リゼちゃんの IC カードステッカーになります。この2種類がありますね。 SD キャラの方を僕は使おうかなと思っているんですが、これは後々アニメイトに行ったら売ってました。まあ、ただね、値段は変わらないのでいいかなと思います。こちらが850円に消費税になります。この他のグッズはですね、すべてアニメイトで購入しました。やっぱね、なんだかんだでいっぱい買うのはアニメイトですね。ではまずこちらからいきましょうか。はい、収納グッズになります。じゃあまずこっちの大きい方から。これはですね、クリアファイル収納ホルダーです。よく特典とかでクリアファイルもらうと思うんですが、それをですね、収納するホルダーになります。これね、ちょっと欲しかったので今回購入してみました。ただクリアファイルそのままなら入ると思うんですけど、クリアファイルが袋に入った状態でもこのホルダーに入るのか、それもね、ちょっとまあ検証というか、してみたいと思います。まずクリアファイル収納ホルダーと、こっちのちっちゃい方の収納ホルダーは何かっていうと、ラバストと缶バッジを収納できるホルダーになってます。ラバストもですね、僕多くは持っていないんですが、一番くじとかラブライブ系のラバストが多いので、こちらに収納したいと思って購入いたしました。こちらですね、値段は、こっちのラバスト缶バッジの方が650円に消費税で、クリアファイル収納の方が700円に消費税となっております。続いてはグッズですね。じゃあまずはね、ラブライブからいきましょうか。ラブライブから、はい、まずはこちら、缶抜きかな、そういった感じをモチーフにしたキーホルダーになっております。このね、デフォルメされたニコちゃんが可愛くて思わず買ってしまいました。こちらは税抜き500円になります。続いてはこちら、小鳥ちゃんのクリアホルダーバージョン2。はい、こんな感じのイラストになっております。こちらですね、580円に消費税。なんでこれ買ったかっていうと、まあせっかく行ったので妹にお土産は何か買っておこうかなと思って、こちらの一番好きな小鳥ちゃんの、クリアファイルを買ってきました。これがラブライブグッズ。あとの商品はね、ご注射でございます。まずはこちら、ご注射のマウスパッドになります。こちらも500円に消費税。マウスパッドは今使ってはいるんですが、特にキャラものとかではないので、せっかくならこういうキャラものを使ってみようかなということで、今回はこちらのご注射のマウスパッドを買いました。他にも何種類かパターンはありましたね。最後グッズはこちらになります。ドン、なんでしょうこれ。そう、
キャラペタでございます。これはね有名なんですかね、僕知らなかったんですけど、キャラペタっていうグッズで貼って剥がせる新感覚布ステッカー、このキャラクターの部分をペリッと外して窓やドア壁紙にしたり、また PC やテーブルにも貼れるということで万能な布ステッカーになってます。こういったグッズがあるんですね。ちょっと僕は知りませんでした。5人キャラそれぞれがあったんですが、今回はリゼちゃんとシャラちゃんにしました。まあ、このペアでね、どこかに貼ろうと思います。部屋が本当に片付いもっとねもっと片付いていろいろ揃ってきたらこちら貼っていきたいと思います。すごいですよね。はい、こんな感じのものでございます。キャラペタ今度からねチェックしようかと思います。はい、というわけで買ったグッズはこんな感じになります。もうちょっとね何点か実は買おうかなと思っていたんですがやめました。買いすぎるとね危ないです。後々なんでこれ買ったんだろうってなるのがね一番怖いですから、皆さんも秋葉行ったりね大きいお店行くときは気をつけてくださいね。買いたくなっちゃいますから。これとかね、今回はこういったものを買いました。他にもですねガシャポンをしたり、あとデータカードもやってきました。そして今回買ったグッズはですね特に動画にはしないと思います。先ほど言ったこちらのクリアファイルのホルダー、そしてこちらのラバストのホルダーに関してはグッズを入れたり、まあそういった動画を作るかもしれません。他のグッズはそうですね作らないと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけで動画はここまでになるんですが、今回からねまあいろいろエンディングを試そうと思って今回はお試しでございます。毎回僕エンディングはイラストでチャンネル登録してくださいみたいなのと、最近は葵姉さんのうちわを持ってここをクリックしてくださいみたいなやつを定期的にまあ入れるようにはしているんですが、あれね貼っつけるのがたまにめんどくさい時があるので、時間があればこうしてね、アノテーションをここに貼りたいと思います。というわけで、今回はリゼちゃんにアノテーションを貼りたいと思いますので、PC の方はここからチャンネル登録の方をお願いいたします。スマホタブレットの方は画面下の登録ボタン、また説明欄にもありますのでよろしくお願いいたします。まあ、この方法がいいのか悪いのかは僕が判断します。皆さんもね何かあったらコメントください。というわけで、今回はここまでになります。